ワシントンキャピタルズは、アメリカ合衆国ワシントン D.C. を本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。愛称は、キャップス。ワシントンキャピタルズは、1975から1976シーズンから NHL に参戦したが、いきなり80試合67敗、おまけにロードゲームではわずか1勝と不名誉な、リーグ記録を作ってしまった。 1970年代は不遇のシーズンを重ね、1983年にデニス・マルク、マイク・ガートナー及びボビー・カー・ペンターの爆発的なゴールラッシュで初めてプレーオフ進出を果たした。しかし、結局この年のスタンレーカップ覇者となるニューヨーク、アイランダースの前に第1ラウンドで姿を消した。この後チームは14年連続で、 プレイオフに参加するが、結局毎年悲嘆を囲つことになる。1980年代のキャピタルズは、レギュラーシーズンでは、そこそこの成績を収めるのであるが、がっかりさせる奴らとの評判を拭い去ることは、できなかった。ガートナー、カーペンター、マイク・リートリー、デーブ・クリスチャン、ディーノシ・サレッディ、ロット・ラングウェイあるいはケビン・ハッチャーといった、キラ製のごとき選手を取り揃えながら、当時は、 プレーオフでも第2ラウンドに進出したのはわずか1回だけ、1990年のウェールズ地区決勝でも、ボストンブルーインズに4連敗で軽くいなされてしまう。1990年代半ばには、キャピタルズは、スタンレーカップへの出場機会を何としても得ようと、無駄と思えるあがきを行う。上り上司にあった右ウィングのピーター・ボンドラ、ディフェンスのセルゲイ・ゴンチャー。 センターのジョージュのーラはいたものの、チームの主力選手はすでに森を過ぎたベテランばかりで、あった。1993年のプレイオフ対、ニューヨークレンジャーズ戦では、チーム史上でも最悪の事態が起こる。デールハンターがシリーズ勝利を決める得点を挙げた後で、ピエール・タージョーンに対し悪質な打撃を加えたとして21試合の出場停止処分となってしまうのであった。しかし、 キャピタルズは1998年についにコーカーのイメージを払拭することをやってのけた。ボンドラが52ゴールを挙げチームの牽引者となり、ベテランのジュノー、アダム・オーツが十分にその持ち味を発揮、そしてゴーリーのオラフ・コルジグがセーブ率、920を挙げ、ブルーインズ、オタワ・セネターズ、バッファロー・セーバーズを連覇、ついにチーム史上初のスタンレーカップ決勝に、 たどり着いた。しかし、決勝では、圧倒的なデトロイト・レッド・イン・グスの前になすすべなく、4連敗で敗退した。1999年には、前年度の強さを失い元の弱小チームに戻って、プレーオフに進出できず、その後も2年間は共に第一ラウンドで、ピッツバーグ・ペンギンズの前に敗退した。2001年の夏には、 1990年代の NHL を代表するスター選手、ヤロミール・ヤーガーを破産寸前の騒動が起こったペンギンズから獲得した。この新戦力にもかかわらず2002年はプレーオフ進出を逃した。2002年のオフシーズンにもキャピタルズはフリーエージェントで評価の高かったロバート・ラングを獲得するなど登録選手の入れ替えを図る。2003年は再び プレーオフ出場するが、第1ラウンドで、タンパベイライトニングに、序盤に連勝と、ースタートを切るが、その後に4連敗を喫しまたしても、ファンを失望させた。2004年の前半、チームは、経費節減のため高級選手の大量放出に、踏み切る。ヤロミール・ヤーガーはレンジャーズに、その後すぐに、ボンドラを、オタワ・セネカーズにトレードで放出する。また、ロバート・ラングは、 デトロイトに、ゴンチャーは、ボストンに移籍させた。なお、ロバート・ラングの放出については、シーズン中盤でのチーム得点王の移籍であり、NHL 史上類を見ない出来事である。2004年の NHL ドラフトでは、全体1位指名権を獲得し、ロシアの天才アレクサンドル・オベチキンを選択した。2004から2005シーズンは2004年から2005年の NHL ロックアウトで、 NHL の全試合が中止となったため、オベチキンは母国ロシアで同僚の若きスター、アレクサンダー・セミンとプレイしていた。またコルズイグ、ブレンダン・ウィット、ジェフ・ハル・パン・ラタの選手もヨーロッパでプレイをした。2005年もチームは不信を極める。1998年のファイナル進出時のメンバー二人の、うちの一人、ウィットがトレード志願で、ナッシュビル・プレデターズに、 トレードされるなどチームは低迷し続けたが、オベチキンが期待を裏切らずに、新人王を獲得した。2006年にはキャプテンだったハルパーンまで抜けた上、オベチキンが昨年ほどの成績を残せなかった。2007から08シーズンを控えキャピタルズは、チームロゴ、ユニフォームのデザインを過去のものをリファインしたものに変更した。DF のトムポティ。 FW のマイケル・ニーランダーなどを獲得し、オベチキンが自身最高となる65ゴール112得点。彼のライン名とト,トレード期限間際で獲得したクリストバル・ヒュエの活躍もあり、チームは実に5年ぶりにプレイオフ出場を果たした。2008から09シーズンは、オベチキンが50ゴールを連続で達成しただけでなく、ディフェンスマンのマイク・グリーンが30ゴールを突破。地区1位の活躍で、 プレイオフ出場を決めたが、2回戦で、シドニー・クロスビー・ラ・ペンギンスとの夢の対決に敗れ去った。また、コルジグが移籍したため、1998年ファイナル、進出時のメンバーは誰一人としていなくなった。2009年12月、キャプテンのクリス・クラークがトレードされ、オベチキンがついにキャプテンに任命された。この年は、圧倒的な強さを見せ、会長賞を獲得したが、 プレイオフでは、モントリオールカナディアンズに、まさかの1回戦敗退を喫した。翌2010から11年は、守備面を強化。一時は8連敗など不振に沈み、オベチキンは、キャリアワーストの1年を過ごしてしまったが、またしても東カンファレンス1位の座を射止めた。2017から18シーズンでは、プレイオフ決勝で、タンパベイライトニングに4勝3敗で2度目の、 カンファレンス王者となる。スタンレーカップファイナルでは、ベガスゴールデンナイツを4勝1敗で破り、初のスタンレーカップ優勝を果たした。2017から2018、1997から1998。ありがとうございます。